東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに1915人確認され、およそ1ヶ月ぶりに2000人を下回りました。先週の月曜日より532人減っていて、前の週を下回るのは8日連続です。重症者は前の日より9人減った287人です。